はい、皆さん、おまくり将棋講師 VTuber の小坂まくりです。それでは今週の初段を目指す詰将棋解説機バージョンやっていきたいと思います。本日の問題はこちら。さあ、持ち駒に銀があって戦でもね、出てきそうな形ですね。さあ、まだ解いてないよって方は一旦動画を撮って考えてから続きを見てくださいね。それじゃあやっていきましょう。さて、持ち駒金がありますね。なんかとどめに残せっていうね、金は言われるので、そういうとこなんですけど、かといってどうやって取っかかるかっていうところですね。金を打っても、横上がられて、4玉から逃げられそうですね。飛車を成る手はどうでしょうか。玉寄りに頭金なら詰むんですけど、横上がりに1二竜、3二玉、4三金、4一玉、2一竜と、なんか結構追っかけれるんですけど、前に利く駒を1枚打たれると、取りませんね。ここで、角だったりすると、両引いて、頭金。銀とか金の合駒だったら、同竜と取ってしまって、同玉同銀どちらで取っても、銀を打つような形で、取りますね。まあ、しかし、両者を打たれると、竜引きは同香だし、銀を捨てても、同玉、竜に、逃げられて、これでもう捕まらなくなってしまいますね。さあ、どうしよう。というところなんですけど、実は、この、2一飛車成りを、なった手自体は、正解なんですね。横がある手に、ここで、いい手があります。3に逃げられても、捕まらない。1を逃げられても、捕まらない。でも、一工夫で、どちらも刺させないという手が出るんですね。こうですね。三金と、ここに捨てるのが、王手となります。今の正しなんですけど、同銀とは取れませんね。王様取られちゃいますからね。同玉と取るしかないんですけど、これで危険地帯に玉を誘い込んで、一に竜と、いれば、玉が逃げられず、詰め割りと、形になります。こういった捨て駒、たまに出てきますので、置いておくと、きっと役に立つと思います。それでは手順のおさらいをいたしましょう。2一飛車成り、2三玉、3金、同玉、1二竜までのお手詰めでした。さて皆さん解けましたか？解けたって方は、いいねボタンとチャンネル登録、ぜひともお願いいたします。また悔しいって方は、いいねボタンを押していただいて、チャンネル登録もしていただいて、次の問題解けるように頑張っていきましょう。他にもたくさん問題出しておりますので、よろしければまたご覧ください。というわけで、はここまで。ありがとうございました。おつまくり。またね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。